フィリピンとミャンマーの関係では、フィリピンとミャンマーの二国間関係について言及する。両国は共に東南アジア諸国連合の加盟国である。両国が正式な二国間の外交関係を結んだのは1956年9月であった。ミャンマーはマニラに、フィリピンはヤンゴンにそれぞれ大使館を設置している。フィリピンはミャンマーが 民政に移行する2011年以前は、同国の軍事政権に対して最も厳しく批判していたアジアの国の一つであった。ミャンマーは現在、近隣諸国との貿易から実益を得ようとしており、フィリピンとは経済的な結びつきを強めるために国間、貿易会議を行っている。両国は特にビジネスと経済分野で結びつきを強めている。 フィリピンのジェジョ・マールビナイ副大統領とミャンマーのテイン・セイン大統領は2012年にニューデリーで開催されたアセアン・インド記念サミットにおいてフィリピンが米とバナナに関する技術を提供することを通じミャンマーの農業分野の支援を行うことで合意したフィリピンのアルバート・デル・ロサリオ外相はネピドーにてミャンマーのワナマウンルイン外相を訪問これにより両国の関係は さらに緊密なものとなった。フィリピンは現在、西側諸国によるミャンマーへの経済制裁の解除に向けて支援している。デルロサリオ外務省はミャンマーの民主化ロードマップの遵守は重要であると、主張、ルイン外務省に対して2000名以上の政治犯の釈放するよう意向を伝えた。ありがとうございます。